さて、行きますか。はい、こんにちは、ジャマです。今回、ドラゴンクエストビルダーズ、アルフガルード復活よ、やっていこうと思います。ということで、行きましょう。マイダガライア編、そろそろね、クライマックス見えてきたかなという感じですが、続きから行きましょう。で、ちょっとね、まだね、フィールドにいるモンスターで倒せてないやつがいたりとか、まあ、探索がね、中途半端になってる場所もあるんですが、今回ね、どうしようかなと思ってちょっと迷ったんだけど、竜王軍バトルね、ボス戦の前にこれおそらく今までの感じだと3連戦入ると思うので、竜王軍バトルを今回終わらせて、次回ちょっと探索のやり残しを進めるみたいな感じで行こうかなということで考えてますということ、いうわけで、まあ、ちゃちゃっとね、バトルしちゃいましょうか。ってことなんだけど、その前になんかよく見たらお腹が空いてるから食事をしてからバトルに行きましょうか。まあ適当に何か、食べ物作ってね、食っていきましょう。っていうかあれか、ここに入ってるか何か。あ、いろいろ入ってますね。じゃあまあこの辺食べていきましょう。いつの間にか、結構いろいろ入ってますね。 OK、 じゃあネゴに話しかけて、バトルしていきましょうか。前回ゲットしたね、超激突マシンもね、使っていこうかなと思います。ってことで、姉子ここにいますね。オッケー。あれ、あー、違う方話しかけちゃった、ゲイダさんね、ジャンゴ、私は信じてるわ。あんたと姉子が組めばすごい兵器ができるって。さあ、魔物どもとの戦いもいよいよ大詰めね。私でよければいつでも手を貸すわよ。どうなの、ジャンゴ、私の力が必要かしら。いや、普通に竜王軍バトルなんで、とりあえずいてください、ここに。おお、びっくりした、炙られた姉子と話しましょう。お、ちょい。OK。魔物どもめ、これから乗り込もうって時に向こうから仕掛けてくるなんて。だけど少し妙だね。なんだか今までにね、大きな力を感じるよ。あんたそういえばラライの研究所からマシンパーツが持ち去られたって言ってたね。あいつはまさかそれを使って。って、今は考えてる時じゃない。いいかい？とにかく奴らを倒すんだ。さあ、ジャンゴ、魔物どもをぶっ倒す準備はいいね。オッケー、行きましょう。多分、2連戦して3戦目が、ボスだと思うので、まあ、2戦だけ、今回はしておこうかなという、感じっすね。さて、フレーム軍団が来てるみたいだ。オッケー、ちょっとね、ちょ。ここから超突撃マシンでって中入られてない？ああ、大丈夫か。倒せてますね。いけ食らえ。おっと、おーし、食らえ。いけ食らえ。おっと、よし、まあ戦えてますね。悪魔の騎士軍団、今度はまあ同じ方向から来てるんだろうから、こっちに来ちゃったのはまずかったな。いけ、あれ、ちょっとコントロールむずい。 OK、ちょっとあれだな、次に撃つまでに時間かかるな。吹っ飛ばした後に、あ、隊長出てくる。あー、こいつは危ない。ボストロールはいかんて。こいつ温泉破壊した前科があるから、絶対に中に入れちゃいけない。
ーぶっ壊してる。ちょっと待ってくれ。待て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 、お前それ、よし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 、あいつだけは近づけない。あいつだけは近づけさせん。くらえ。他の相手は頼む。みんな ちょこれあれだな、攻撃までのラグがちょっとでかいな。まあ、まあまあ何発か殴れば、あとはここではめ殺す。こいつだけはここではめ殺す。温泉ぶっ壊されたらシャレにならん。 OK、 よし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 、あとは君たちを倒すだけっすね。よし、ああみんなやられてる。よし、まあまあまあ、あいつさえ倒せばこっちのもんよ。さあラスト一発くらえ。オッケー、すべての魔物を倒した。うふ、残念ですって言ってる。シェネリさん、まあ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 やれてますね。オッケーオッケー、みんな喜んでる。さてじゃあ2戦目行きましょうか。魔物どもは勝負をかけてきてる。アジトごと一気に私たちを潰す気だ。だけど私たちの発明品なら必ず魔物どもをぶっ倒せる。そうだろ、ジャンゴ。この辺りであんたが作った超激突マシンも一度使ってみるといいかもね。使ってみましたよさっき。さあジャンゴ、戦いの準備はいいかい。はい、ってことで、2連戦行きましょう。さあもう今回は出し惜しみせず、ちゃちゃっとね、超激突マシンで突っ込んでいきましょう。うい。オッケー、よーし。よし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 、ブリザード軍団は一撃だな。どこにいる？あれ？あと4匹。メタルハンター。くらえ。くらえ。よし。なんか大型の魔物が出てくる可能性があるから、それは注意したいかなというとこですね。よし。OK。ギガンテスとか来るとね、まずい気はするから、そこには備えておきたいね。突っ込む。よしよしよし。さあ、あと2匹。ああ、こいつらか。それは楽勝。あ、違うな。まだいる。舐めてんじゃないよって言ってね、姉子。よし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 、いけるね。さあ7分の6、あと1体。おっと危ない、ギガンテスだ。ちょっと待った、こいつは絶対やばい。こいつは絶対やばい。ちょっと待って、吹っ飛ばしたい、なるべく遠くに。ちょっと待ってちょっと待って、絶対近づけちゃダメなやつでしょ。吹っ飛ばないなこいつ。あ、よし吹っ飛ぶ。よし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 、ちょっと近づけちゃダメだ、絶対拠点に近づけちゃいけない。こいつは吹っ飛ばして遠くに置いとくしかない。よし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 、ちょっと待って、あと待て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 、拠点側行くなよ、そっちにいろ、そっちに。ほら、さあもう一発くらえ、とどめ。おっと、あほら危ないもんこいつ絶対。くらえ、よーし、オッケー、すべてのモンスター倒しましたね。やったぜ。
夜になっちゃったけど。約束ゲット、やったぜ。さあ次でラストバトルかな。あ、ちょっとゴースト出てきちゃってるから一回寝ましょうかね。さて、オッケー。じゃあこれで多分ね、次がねラストじゃないかな。3連戦してからラストなんだっけ。ジャンゴ、どうやらアジトに押し寄せてきている魔物どもを見ると、思っていた通り溶岩魔人と氷河魔人が完全に手を組んでるみたいだね。こっちもなりふり構っていられないよ。とにかく押し寄せる魔物どもを蹴散らすんだ。どうだいジャンゴ、次の魔物どもをぶっ倒す準備はいいかい。まだボスじゃなさそうだね。オッケー、じゃあ3連戦行きましょう。ボストロールとギガンテス、いや、トロルとギガンテスかなが来てたので、次何来るかちょっと気になるけど、鎧の騎士軍団来た。まあ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 、最初はこんなところでしょう。こっちのタックルの方が強いんだよ。オッケーオッケー。悪魔の騎士。あ、こいつ危ない気がする。ちょい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 。おっと、ちょっと待って、吹っ飛ばしておけ。よし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 。さあ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 、まだ生きてるか、しぶといな。あっと、やりやがったなこの野郎。しぶといやつだったな。まだ来るだろうからね。変なとこ壊れてるし、よいしょよいしょ。よし、魔物蹴散らしましたね。メタルハンター軍、おいやー、おいしょい。さあ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 、おーし、くらえ。ん、隊長来た。隊長、何？あー、キラーマシンか。あれ、吹っ飛ばされない。おっと、なぜ吹っ飛ばされない、そいつ。ちょっとその位置じゃ嫌だよ、危ないよ。ちょ、一回離れてほしいな。え、なんでこいつ、なんでこいつ吹っ飛ばされないの。ちょっと待ってくれ。なんでこいつ吹っ飛ばされないんだ。おーし、オッケー、当てた。くらえ。よし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 。もう近づくな。そっちにいろ。あ、今は吹っ飛ば、ため中は吹っ飛ばないのか。よし。やべえことしてんな。よし、あと一発。ボスの方はあと二発って感じか。ちょっとためが必要なのが弱点だね、超激突マシン。さあ、ただもうこれでフィニッシュ。オッケー、すべての魔物倒しましたね。よしよし、命の木の実ゲット。はい、ということで、まあ、今回はね、竜王軍バトル3連戦、アネゴの、吹き出しを見ると次がラストバトルですね、やっぱり。まあ、ちょっと早いけど今回はここまでにしておこうかな。で、次回で、あーでもどうすかな、バトル、そうだね、ラストバトルの前に、ちょっとね、フィールドにいる中ボスみたいなやつらで、まだノータッチのギガンテスとかがいたので、
あの辺をね、ちょっと、次回はやって、それからね、ボスバトルをして、で、その後に、拠点をね、しっかり仕上げて、次のショーに行こうかなという計画で、やっていこうかなと思います。まあ、今回ね、出てきたトロルとか、ギガンテスとかね、多分、温泉に近づけちゃいけないタイプの敵だったと思うんで、まあ、無事倒せてよかったかなというところですね。まあ、ちょっとこの辺の壁とかね、そう、あそこの白い壁ぶっ壊されちゃったのが、あったりとかもするので、まあ、ちょっとね、こっちの壁とかは、新しくね、手に入れた素材に貼り替えておこうかなというのもありますし、まあ、こっち側ちょっとどうするかがね、なんか悩ましいところではあるんだけどね。まあ、あれか、この吹っ飛ばす装置ごと、ちょっと修正しようかなという感じですかね。そうだな、そこら辺の手直しはラストバトル前にするか。いや、でもラストバトルしたらぶっ壊れるかな、どうだろう。なかなか順番悩ましいですが、まあ、次回ちょっと一旦ね、フィールドにいる、大きいモンスターの方をね、戦う動画、間に挟もうかなという感じでね、まあ、その時に素材集めとかもできるからね。まあ、あと3回ぐらいでマイラガライア編終わるかなという感じで、考えてます。ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。